2021年もあっという間だったね。今年もいろんなことがあったなぁ。東京へ五輪の開催が一番のイベントだったのよな。そして何より僕らにとっては僕らのチャンネルのスタートの年でもあったよね。そうだね。あっという間に感じるけど、チャンネル登録者もたくさん増えてくれて感無量だよ。視聴者のおかげで俺たちのモチベーションも上がっていくもんな。うんうん、何はともあれ、2022年もよろしくお願いしますって感じだね。そうだね。さて今回は、海上自衛隊の新魚雷についてと、それに伴う中国の反応や、それに付随する次期潜水艦計画について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。今から30年前に起きたイラクでの湾岸戦争は、旧ソ連のアフガニスタン侵攻の記憶も薄れていない時期であったため、世界中に衝撃を与えたよ。テレビ番組では、毎日のようにバクダッドやクウェートへの爆撃が中継されたことも覚えている方も多いんじゃないかな。その時、有名な兵器としてスカッドミサイル、パトリオットなどのミサイルの名前も連呼されていたよね。さらに、湾岸戦争において注目を集めたのが、敵に気づかれることなく領域内に潜入して爆撃などを仕掛けることができるというステルス戦闘機だぜ。今では、航空機にステルス性能がついているのは当然のことになったが、ステルス性能が必要なのは戦闘機だけじゃないんだよな。今の時代は、制海権を確保するためにステルス潜水艦の存在が重要になっているよね。日本においても、新型ステルス潜水艦の開発を目指して、様々な研究開発や作業が進行中なんだ。新素材や新兵器を導入するためには、多種多様な試験も必要だけど、ソナーの開発については、世界トップとも言える技術を日本は持っているので、アメリカも日本の潜水艦開発にはかなり注目しているようだね。そこで、今回は潜水艦の技術革新と各国の状況、そして潜水艦の武器として有効な魚雷の性能に注目したいと思うんだ。実際、皆さんは、将来の次世代型潜水艦に詰め込まれる新しいテクノロジーに驚愕するかもしれないね。ディーゼル型の通常動力型潜水艦では、全く考えもつかなかった動力源が開発されると聞けば、皆さんも驚くこと間違いなしだと思うよ。海上自衛隊では、2021年収益を目指して、双竜型潜水艦12番艦となり、同型最終艦でもある東竜の就航準備を進めているようだね。その一方で、東竜の次となる次期クラス双竜型の開発も開始しているよ。東竜が就役する直前というのに、すでにその次の潜水艦まで開発を始めているというのには驚く人もいるんじゃないかな。それほど軍事的テクノロジーの進化が早いということが言えるよね。現状では東竜の後の潜水艦は、まだ名前が命名されておらず、便宜上は3000トン級潜水艦と呼ばれることが多いんだ。この新型潜水艦は、名前だけでなく多くの諸言や性能が不明となっているんだけど、数少ない情報によると、排水量は双竜型より約100トン以上も多くなるのではという噂があるよ。この3000トン級潜水艦は、2020年6月現在3隻が建造中と言われているんだ。外観や各システムは、基本的には双竜型11番艦欧竜艦以降の仕様と同様になるのではないかと言われているんだって。そうなれば、この艦のエンジンがディーゼル機関とリチウムイオン蓄電池を併用するハイブリッド型と考えていいだろうな。気体機依存推進機関を採用せずに、バッテリー性能をさらにアップして航続力と隠密性を確保しようとしているものと思われるぜ。海自の計画によると、すでに就航中の潜水艦を退役させた後、新型の潜水艦を25隻就役させたい目標があるみたい。その内訳としては、実動艦22隻、テスト用1隻、練習用2隻ということになるようで、これは現在の就航潜水艦数よりも実戦投入可能な潜水艦が1隻増えることを意味するんだ。実際、2020年6月時点で日本国内に配備されている数は22隻あり、その内訳は親潮型9隻、双竜型11隻であり、実戦投入可能な潜水艦は20隻、2隻は練習用潜水艦として配備されているよ。これを、新型潜水艦配備の暁には、実戦投入可能な潜水艦を22隻とし、より防衛力を強化する方向に舵を切っていることを意味するよね。そして、この22隻の中には新しい双竜型潜水艦の投入と、後継の3000トン級潜水艦3隻が加わる予定となっているんだ。もし、これら4隻の新型潜水艦が全て稼働状態になると、
旧式である親潮型潜水艦は7隻だけ稼働できる状態になっておけば問題がないとされ、今後親潮旧潜水艦の延命工事に着手する予定ともされているようだね。まとめてみると、予定されている25隻体制のうち、総流型12隻、親潮型7隻、3000トン級3隻の計22隻が実動艦となり、親潮型3隻がテスト用と練習用艦に分類されて配備されることになると思われるよ。さて、気になるのは今後正式採用される予定の3000トン級潜水艦だけど、今入っている情報や噂話によると、その基本スタイルは X 字艦尾舵や船体全部のセール部分など、先輩艦のスタイルを引き継いだものになっていると言われているんだって。ちなみに、3000トン級潜水艦の収益は、今から10年ぐらい後の2031年頃になると言われているが、その頃にはリチウムイオン電池の性能も向上しているだろうし、燃料電池の開発も進んで、実際に装備として実装される想定されるため、現在の潜水艦よりも長時間の連続潜航ができたり、航続距離のアップが期待できるな。見栄えや基本システムでは新しい技術の導入が控えめにも思える3000トン級潜水艦だが、今活躍している総流型潜水艦を流や投流に採用されている技術を、さらに高めた信頼性向上型の潜水艦として、トータルパッケージをより高めていく方向で熟成するものと思われるぜ。3000トン級潜水艦のスペックにおいて、一番注目されているのは兵装なんだ。この新型潜水艦には、新型魚雷 GRX6 型の魚雷が実装されることになると言われているんだよね。GRX6 ってどんな魚雷なの？ GRX6 型超魚雷は、深い場所で使用できる魚雷でもあり、その逆に浅い海域でも使用可能なバランスの取れた魚雷と言われているよ。そしてこの魚雷は、おとりとして敵艦船が放出するデコイと艦船本体とを識別する能力が飛躍的に高いとも言われているんだ。デコイって？デコイとは、潜水艦から放出されて魚雷の狙いを潜水艦から避けるおとりのことなんだけど、敵を騙して本物のターゲットと誤認させるために使われる兵装のことを総称してデコイとも呼ぶんだ。偽のターゲットに攻撃させることで、魚雷の命中を避け、敵の魚雷を無駄撃ちさせて攻撃力を縮減する戦術は、三国志における石壁の戦いでも有名だけど、現代においても同様の戦術が有効であることは言うまでもないよね。潜水艦運用にあたっては、その主たる想定海域を考慮することも欠かせないんだ。海上自衛隊が考える主戦場とされる想定海域は、現在よりも浅い海域に移っていくことが想定されており、そのためには戦術面でも方向性を改める必要があるということだろうね。深海でしか戦わない、という固定概念ではすでに現代の戦争で勝てなくなっている、と考えてもいいのかもね。ところで2019年6月、幕張メッセでの祭事であっと驚く展示がされたよ。なんと、3000トン級潜水艦のその次の潜水艦のコンセプトモデルが提示されたんだ。まだできていない3000トン級のその次の潜水艦だったんだけど、何がそこまで話題になったかといえば、その外観イメージが注目の的となったようだよ。というのも、コンセプトモデル潜水艦のスタイルが人々の想像を裏切り、全く考えもしないスタイルだったからみたいだな。一般的な予想では、これまでの総流型や後継艦である3000トン級艦に似たデザインだろう、と多くの人が予想していたんだが、実際にはそれとは全く異なるデザインが提示されたみたいだぜ。そのデザインでは、既存潜水艦よりもさらに小さくなったセールが船体の後方に移動し、船体の形が今までの日本潜水艦では見られなかった優先型デザインになっていたからなんだ。一見すると、ロシア潜水艦に近いと思われるスタイルだったってわけだね。そして、X 字舵が艦尾にあるのは従来通りであったものの、プロペラ型スクリューがなくなり、ポンプジェット式推進システムに変わっていたことも驚きを呼んだみたい。これは、潜水艦の最重要項目である静粛性をさらに高めることを重要視していることを意味しているね。ポンプジェット式推進方法は、アメリカやロシアの高出力原子力推進型潜水艦だけ採用している技術で、日本において今まで採用の事例はないぜ。そもそも、超大国の源泉でしか使用されていない技術を、通常動力型潜水艦で、実現できるのかが大いなる疑問だが、今後の課題とはなると思うぜ。実際、世界情勢を考えると、現在日本が最大の仮想敵国とみなしている中国では、すでに原子力推進型と通常動力型2種類の潜水艦を合計70隻以上も所有しており、日本はシーレーンの防衛などで中国にかなり苦戦することが想定されるんだ。
中国の潜水艦には攻撃型、戦略型の両方があり、日本がいくら頑張って最新鋭の潜水艦を開発しても、巨額の軍事費を惜しげもなく注ぎ込むことのできる中国と、防衛費に限りのある日本との数量差はますます拡大しているんだ。潜水艦だけでなく、水上戦闘艦についても数では中国海軍に大差をつけられている実情を考えると、数で対抗する方法は潔く諦めて、ステルス性や探知性能などを磨いて量より質の戦法で中国に対抗せざるを得ないのではないかな。実際、潜水艦だけが多くても、肝心の潜水艦の性能が前時代的なレベルだったら話にはならないだろうし、この量より質作戦を成功させるためには、最終的に人間に依存する潜水艦の運用方法を変えることも必要だね。例えば、外部からの遠隔操作でコントロールする無人潜水艦の開発に力を注いでいくなど、中国に対抗するためには人的資源を消費しない方法で新たな潜水艦を開発することも考えられるよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。